それでは超入門の剣つまみで作った花びらを今日は8枚花にしていきます。蓮では剣つまみの小花と言いますと、この基本の小花ですね、8枚花が基本となります。ではね、ちょっとゆっくりやっていきましょう。まず新しいボンドをたっぷりと出してください。そしてこのおちりんと呼ばれている土台、つまみ細工でね、よく使います。かんざしなどを作るときに大変重宝する土台です。こちらを使ってお花にしていきますね。土台の大きさはだいたい生地の大きさから5ミリ引いた大きさでいいので、今回は 2.5 センチの土台を使います。ここにお花を作っていきます。剣つまみのお花はこのように持ちましょう。ここの斜めのラインに合わせて持っていただくと作業がしやすいです。こちらがお顔で、こちらが足の裏ですね。この足の裏にたっぷりとボンドを塗ってください。ボンドが塗れましたら、土台の円の中心に花びらの先端が来るようにこのように置いて5秒間押さえます。押さえていただいたら、お尻側、ここですね、このお尻の部分、このお尻のところをしっかりと挟んで一度ギュッと締めてあげましょう。こうすることで剣つまみがきれいになります。1枚乗せることができました。8枚花なので、こちらの正面にまずはもう一つ十字を最初に作りましょう。その後対角線上に1枚ずつ入れて8枚花にしていきます。わかりやすいように今日は花びらの濃淡をつけていますので、まずね、この濃いピンクの花びらをのせていきましょう。正面に置きます。次にここに1枚ずつ置いて十字にします。
さあ8枚置くことができました。ここからお花を少し可愛くしてみましょう。まずはチェックポイントその1ですね。ここの正面同士のお花の真ん中のライン、これですね。これがちゃんとまっすぐ向き合っているかを確認します。もしずれているところがあれば今直してしまいましょう。直すときは花びらの足のこの下の部分ですね、ここにピンセットを奥まで入るとこまででいいですが、奥まで入れて1枚の花びらが全体的に動くように持ってからやりましょう。慌てずに少しずつずらしていきます。だいたいまっすぐ揃えることができました。そしたら次のチェックポイントですね。次は横から見ていただいて、花びらがまっすぐ立っているかをチェックしてください。この時に左側や右側にもし花びらの足が倒れていたらまっすぐ直してあげましょう。それでは最後にこの中心の部分ですね。中心のところが浮いていたり、この子は浮いていますね。浮いていたり、あとピンチで挟んでいた部分が斜めを向いていたりするとお花が歪んで見えることがありますので、この中心の部分を今ちょっと直してみましょう。直すときにはピンチで挟んで硬くなっていた部分、ここを持って動かしてあげると安心して直すことができます。それでは最後に花びらを仕上げていきましょう。ピンセットについたボンドをしっかり取っていただいて、ここの花びらのお顔ですね、この真ん中のラインに沿って斜めに置きましょう。そこから左右に向かって少し優しく開きます。こうすると剣つまみが少しねふんわりと開いて、ちりめんの場合は可愛らしい印象も兼ね備えたお花が出来上がります。あとはこの先端をですね少しキュッと押さえてあげるだけでいいですよ。親指と人差し指で花びらを挟んであげます。挟んであげてキュッと押さえますね。こうですね。この時あまり力を入れてしまうと花びらがどちらかに倒れてしまうので、優しく押さえるだけにしてください。さあこれで可愛くなりました。最後に真ん中に今日もビーズね置いていきましょう。必ず新しいボンドを出してください。新しいボンドを出してこちらのですね、ビーズを持っていただいたら
たっぷりとホイップクリームをねつけるみたいな感じでたっぷりつけて中央に置きます。ボンドがねはみ出るぐらい置いたら、一度このピンセットについているボンドを取って優しく上から押さえましょう。これで完成です。はい、それでは今回はこちらで終わりになりますが、動画を見てくださってありがとうございます。つまみ細工をやってみたかったんだけどちょっとわかんなくて見てみたんだよねっていう方とか、あと成人式とか七五三の髪飾りを考えてご覧になってくださった方いらっしゃるんじゃないかなと思います。この後もですね、つまみ細工のやり方とか、あと直し方も上げていこうかと思っておりますので、ぜひですねチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。